こちらがその新井さん家の家になります。もう骨組みだけ。はい、もう何十年前のね。神奈湖のちょっと心霊スポット的な場所をちょっとご紹介します。こちらがこの公衆電話、ここもちょっとね、なんかあの曰くがある場所として言われてまして、ここの公衆電話ね、取り壊そうとしたことがあったらしいんですよ。ただ取り壊そうとすると必ずその何かね、工事をしようとする人たちに災いが及ぶということで未だに残ってますよ。あ、でも本当は多分この辺であれなんだろうね、車とかもし事故とかした人のための作られた電話なんかな。あー、そういうことか。だと思う。そう、この辺だってもうほら全然ないじゃないですか。もう休憩できる場所もないし、コンビニもないし、高速道路でいう緊急電話みたいな感じの役割ですね。いや、もう不気味だよね。いや、これはしかも山の中ですよ。確かに訳が違いますからね、街中と。釣り山走ってるんだ。割と奥な気もしますけど近づいてます。はい、ちょっとね、これ僕ね、あのサトルくんゲームしようと思います。サトルくんゲームとは、説明しよう。サトルくんゲームとは、あの公衆電話から自分の携帯に電話します。で、サトルくん、サトルくんおいでなさいって言うと24時間以内にサトルくんが来るらしいんですよ。なんかどんどん居場所をなんか教えながら近づいてくるらしいんですよ。今どこにいるよ、どこにいるよって。最終的には自分の方来るんですよ。はい、だけどそれ振り返っちゃダメらしいんですよ。じゃないとどっか連れ去られちゃうらしいです、サトル君に。なるほど。ただその間はあのいくら質問してもなんかサトル君答えてくれるらしいんで、はい、ちょっとねやっていきます。ちょっとそのままカメラ回しててください。了解です。近づきます。あ、そうですね、絶対するようで。開かなかったらどうしよう。じゃあサトル君ゲームいきます。電源が入ってないんで買いませんってな、ちょっとだけど電源入ってないんだよね。なんだろうね。出ます。ちょっと今日サトルくんゲームできなかったんで違うところで行きますか。行きましょう。はい、以上。削っていいよ。今回の光る主任チャンネルは過去に全国心霊スポットランキングの2位に選ばれたことのある群馬県と埼玉県の県境にある神奈湖の心霊スポットをご紹介したいと思います。ここは昼間は釣りスポットや花見などの観光スポットとして知られてますが、もう一つの顔があり、湖底にはかつて300世帯以上の集落がありました。そこにあった墓の幽霊やダム建設関連で亡くなった人の霊が出る噂や、周辺で身を投げた人の霊がさまよってるなどと言われています。他にも太平洋戦争で亡くなった兵隊の霊が出るとも言われていて、目撃情報が多発しているそうです。なお当番組でも以前ご紹介していますが、特に新井さん家コンピラ橋といった場所では特に強い悪霊が出ると言われ、かつては全国的に恐れられてました。この2つのスポットは次回放送しますので、まず今回は他のスポットをいろいろご紹介していきます。
ただ、あの昔の戦争の時に使われた兵隊の供養塔と言われてます。雰囲気が、はい、なかなか。なんかあそこ中霊塔って書いてあるんですよ。この書にあるね、戦争の時に亡くなった方々の名前とかも書いてあるんで、ぎっしり。名前がいっぱい書いてあるんですよ。あとね、ここなんかで気になるんだよね。正面とか。普通のお墓の感じで行くと、あの納骨するところ、うん、かつて天皇陛下のために命を掲げた日本兵の日は立派に、今も湖の隅で静かにひっそりと構えていた。年々戦争を経験した方もこの世から減っていき、平和が当たり前の日本ですが、かつては内心を開けると分かってても、国のために戦った日本兵がいた存在を忘れてはいけません。お互い一礼しますか。まず僕から一礼します。いや、なんか物音しなかった。左の方からコンテコンテ、ね、なんかしてるの。ちょっと押してみます。大丈夫かな。ちょっと古いけどね、結構不気味ですね。確かに。ということでね、ちょっと僕ね、取り残したところがあったんで、ちょっと後日また自分今一人で来てます。今夜中の今3時半。その重霊碑ですね。書のところがはっきり見えるけど、ここはちょっと隠れちゃった。古いですね。写真映像をよく確認すると、人の影のようなものが出ていた。拡大してみるとまるでこっちを睨んでいるかのようにも見えた。果たしてこれはこの慰霊碑を守る者から警告なのだろうか。すいません、失礼しました。下雲ダムの、慰霊碑がある場所があるんですよ。で、一応こちらも、その幽霊が出るんじゃないかって言われてる場所です。じゃあちょっとカメラを向けます。今このね、下雲ダムのこの端の方に僕は来ております。こうして今こう、あの慰霊碑があるんですけど、
ただ入り口の周りは本当明かりが一つもないんですよね。お邪魔します。ここがね、ここのあのダム建設で亡くなった方々たちのまあそのね慰霊碑として表しているそうですね。立派な慰霊碑で、ここもねやっぱりその幽霊の目撃情報が少しあったみたいです。今ちょっと音楽が流れてるんですけど、音入っちゃってるかな。地元の戦隊のダムセーバーの曲が流れてますまあここはでもね、下駒ダムのすぐ横なんで、この入れ被害特にはないですね。ダムで沈んだ時の、まあ、その住人の霊が出るんじゃないかと言われてまして、まあ、他にはね、あの建設に携わった方が、まあ、亡くなった方も何人かいるということなので、まあ、その霊が出るんじゃないかと言われております。やっとここに明かりがあるぐらいで、ここね、まあ、対策されてまして、肝試しをされる方がすごい近所迷惑になってるということで、センサーがついてるんですよ。で、この通りを通ると、あ、そのセンサーが反応して、まあ、地域のその活性化する曲が流れるようになってるんですよね。まあ、地域センターのダムセーバーの、まあ、テーマ曲が流れたり、いや、陽気の音楽を流してちょっとその肝試しのその雰囲気をぶち壊そうっていうそういう対策らしいんですけどね。って感じでした。ちょっとね、またね、この慰霊碑に対してね、ちゃんとここに一礼してからね、また違うところに行きたいと思います。それで失礼します。ではね、ちょっとまたね違う場所に移動していきます。とりあえずね、今こうして今ダムの近くをね歩いております。おそらく近くとかね、また多分ねセンサーの音が反応してね音楽流れると思いますヨナコンさんちはもちろん誰もいないっすよ、周りとりあえずね、なんか2分ぐらい流れる風になってるみたいですね。じゃあちょっと待ってね、映像これ一旦止めます。はい。昼間でも薄暗い神社参道を進まなければならない。車でも通れますが、途中スレスレでガードレールがないところもあり、夜は大変危険です。ああ、もうご覧の通り。雰囲気がめちゃくちゃやばい。その夜道の先は人を受け付けない今回一番の不気味な雰囲気でした。この先には何が光る主任を待ち受けてるのだろうか。地図を済んだ、すいません、やばそこに失礼いたします。霧が降ってきた。足元だったらギリ見えるかなってところですね、これ。こんななんか、ああ、結局この水没者のために作られた慰霊碑になりますね。すごい雰囲気めっちゃある。じゃあ早速ね、この夜の神社にお参りをしていきたいと思います。で、一応ここはね、コンピュータ橋で、まあ、自分の命を絶った方々のその霊が集まってくるんじゃないかって言われてる場所です。ここではそのよく言われてるのが、黒い影がね所々に映ってくるっていうのと、あとなんか男性の泣き声が聞こえてきたっていう噂がね結構書かれておりました。いや、でも本当それっぽい雰囲気はあります。何だったんだろう。すぐできてるんだ。足手が揺れてる。余談ですが、この神社のご神体は普通主の神で、日本書紀に出てくる神様をご神体にしている神社でした。創建は不詳でしたが、拝殿内には明治期に描かれた絵馬が多数奉納されてました。ちゃんとしっかりね、
こう崩れないように腐れて繋いであるっていうのがまたいいところですよね。すいません、お邪魔します。資料が上がってます。やっぱり濃いですね。とりあえずちょっとここはもうね、出してもらいます。すいません、お邪魔しました。なんかここやっぱいるな。霊かどうかわかんないけど、うめき声じゃないか、動物の声のかわかんないけど、なんか声しました、やっぱり。その物音は、帰りの車に乗るまで同じ感覚でしてました。まあ霊感ないんでね、まあそういうのはちょっとわかんないですけど。あ、お邪魔しました。この木神社でした。雰囲気はね、本当にやっぱり山の奥だからって言われるけど、なんだろうね、だるま神社とか桜木神社とはまた違うような怖さがちょっとありました。もう幽霊がいてもおかしくない雰囲気はめちゃくちゃありましたね。あ、でこのね、下雲トンネルも一応幽霊が出ると言われてる一つのスポットであります。まさに本当観音エリア一帯はね、そういう幽霊出てもおかしくないスポットたくさんあるんですよ。5時になります。3時から始めたこの探索、もう明るいですね。朝5時。じゃあちょっとね、ここで一旦映像切ります。ってことでちょっとね、続きで江口くんとね、2人で行ったところの映像に戻らせていただきます。じゃあまた後でお会いしましょう。こちらがその新井さん家の家になります。もう骨組みだけあるんですけど、やっぱ道とかあるんですよね。はい、ちょっとここで見てます。さっきもあったんだけど、だいぶリアルじゃねこれ。